ルード君がスキンシップ取りすぎな件について僕はね話したいんだけど、おや急に来たぞ。何もうね、ルート君のねかまってアピールがすごいよ。何の事件かっていうと、レディゴーの時に最後のマジで一緒にゴーゴーでエバリーかまさーみたいななんかあるよ。あるある。最後みんなでなんか集まってバーンってやるやつがあるんだけど、その時にルートくんね、毎回僕にカマチョしてくるの。マジで一緒にゴーゴーエイバリーってやった時に、ルートくんがね、もう手でね、ケツを叩いてくるんだよ、僕の。えバーンって。なんだってそんなことあったの、ルートさん。それでさ、本当ですか。俺知らなかったんだけど、それ。これは事実だよね、これ事実。いや、身に覚えがないです。おい、ふざけんなよ。ふざけ、それでさ、一回さ、毎回やってきてさ、僕がさ、ちょっとさ、ルート君から避けようと思ったらさ、避けきれなくてさ、僕のさ、大事なところにさ、思いっきりパーンって当たってさ、ガチで痛くて、もうそこから僕、恐怖で、ルート君にまたやられるんじゃないかと、僕もう、ケツならまだいいけど、本当にね、ちょっと待って、痛かった。そこはちょっとこれ本当に身に覚えがないんだけれど、あの、確かにそのそこの前の段階でさ、4人で向き合ってるところがあるじゃん。あるある。で、コロちゃんがめっちゃ僕のことを見てくるの。はい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 。で、あ、分かった、コロちゃん僕のこと好きなんだって思って、やばやばで、お前いたおじやん。板おじやん。板おじって言うな。で、スキンシップすんの？騒げのところでコロちゃんにウエーってことなんですか？それはさ、の時ね。え、ずっとだったの？44公演中割と毎回だったの？ずっと。そうなの？そうだった。マジで知らなかった。そうで交わる時がそうなのじゃないんだ。最初は良かったけど、僕の大事なところに当たった時はもう怖くてトラウマだった。あの時が毎回あの公演の時、あの曲だけ歌うのやめようかなと思っちゃったもん。痛めつけようとかそんな気持ちがあったわけじゃない。たまたま当たってしまった、うん、え、うま、うま、なに、うまって何、ちょっとうまかったなと思って今のは。裁判が静かにしていただいてもよろしいでしょうか。なの上手だなって感心しちゃった今。たまたま当たった後かかってんのかなと思って。ああ、そういうことか、そういうことか。天才かと思って。それ。やばいね。なるほどね。天才かと思った。たまたま当たった。ああ、そういうことね。そういうことか。うまいな、やっぱり。これは有罪だな。これ有罪だな、確かに。その思考が有罪だ。やってるな。やってんな。